花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。今日はもう本当に嵐も過ぎましてですね、晴れ上がりましたね。いい天気でございます。はい、早速ですね、レギュラー陣からご紹介いたしましょう。高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今日ローリングストーンズ、はい、いいですね。ですか。いや、誠ちゃんでも T シャツいっぱい持ってるよね。T シャツしか着ないからね。まあね、もう一年中 T シャツなんだよ ね。いっぱい持ってないと。まあね、それはね、いろいろありますけども。松下俊美さんでございます。こんにちは。お願いします。よろしくお願いいたします。それでですね、今日は早速ね、ゲスト、素敵なゲストをですね、ご紹介したいと思いますが、今日福岡から歌姫三和さん&涼さんです。イエイ、こんにちは、よろしくお願いします。もうこの雰囲気ですよ、ね、もうどうでしょう。この昼からワイン、女王様の、いやいやいや、今日咲いてますので、もう姫姫って呼びたいですよね。T シャツがね、 T シャツがね、姫ね、福岡で姫で撮ってますよね。ああ、今日はね、ゾウダ君がまるでマネージャーのごとく、ウルフね、ゾウダ君ですけどもですね、ほらカメラマン兼マネージャーのごとくね、高いよカメラマン。そうか、今日はタップは踏まないの。タップは今踏まないですね。本当ですか。これなんで。またね、本当にね、お越しいただきたいと思いますけどもですね、さて三和さん、はい、今福岡にねお住まいだっていうことなんですけども、うんうん、あれでしょう、もともとお生まれは、もともと板橋区っていうところで生まれたんですけど、その後、ほうほうほう、東武東上線の坂戸というね、はいはい、ちょっとローカルなんですけど、そこの知ってます、そこで、うん、一応育ちまして。そうなんですか。うん、で、まあ昼は、学生しながら夜は歌いに行ったりとか、うん、アルバイトとかをして。学生の頃から歌ってた。そうなんですよ。でだけど16の時に父と母が転勤になって、で、はいはい、九州の方に行くよと言われたんだけど、私は残ると言って一人で、東京の坂戸でね、一人で残って暮らしてたんですけど、でまあちょっと両立をしてたんですけど、まあいい話とかいろいろあって、うんうん、でちょっとこう波に乗りそうな感じだったんですけど、やっぱ怖い思いもしたんですね、一人だったし。ああ、その時ね、はい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 、それでちょっとね怖い思いをしたので、もうちょっとそこにはいないで、うん、親のいるところに行こうかなと思って2000年に福岡に行きました。それから今はもう福岡にずっと住んでおります。うん、へえ、はい、福岡はいかがですか。僕のまあふるさとでもありますけど、ね、そうですよね、はいはい、最高ですよね。ああ、そうですか。最初私このもやがかかってるの何だろうってずっと思ってて、うん、天気はいいのになんか黄色っぽいんですよね、うん、だけど PM とか黄砂とかっていうのを聞いて、うんうんうん、でそこからアレルギーになっちゃって、うん、そういうもんだ。そこからアレルギーになっちゃって、でまあいろいろねこう対処しながら。そうなんだ。だけどね、食べ物がすごく美味しい。美味しいでしょ。美味しい。僕らのちっちゃい頃はあんまりそういうのなかったもんね。なかったね、コースとか、まあ、あったんだろうけど言わなかったもんね。狂牛病とかあったじゃないですか。あんなのね、俺いやすごい昔、それはね、その言葉はなかったんだもん。でも大昔ね、俺ちっちゃい頃ヨロヨロ牛って言ってたのよ。ヨロヨロした牛がいたわけ。それが狂牛病だったんじゃないかと。その言葉はなかったけど、昔からねそういうのはあったのかもしれないけどもね。でも自然豊かでね、牛大好き、緑豊かでね、九州もいいですけど、佐賀牛とかも大好きですよ。いや、肉系ですね。今ね、牛の話したからね。ね、そういうね、っていう感じですけどもですね。涼さんは見る人が見れば角10本生えてますよ、ね、あ怖いよ。なるほど。肉食、ね、はい、肉オンリー、そう
りょう、りょうさんはあれですか。僕は生まれも福岡で、うんうんうん、で、三河さんとの出会いは僕はまだ19歳ぐらいの頃で、まあ、今から15、6年前なんですけど、うん、で彼女がもうあの、うん、ブルースのバーで、うん、もう華やかにこうもう匂いプンプンさせながら歌ってるすごい人いるなと思ってて、ほうでもう全然もう僕はもうその頃ペーペーで雲の上の僕ちゃんだったよね、の人だったんですけど、うん、まあライブを見に行かせてもらってて、うん、でライブはいいなと思って、もうすごいうるさかったんですよ、ギャーギャー一番前で、うん、おーイエーおっぱいとか言って、うん、どこ見てるの、バカだったんですよ今もバカだけど、ね、でそ の, あの今やってるブルーアップっていうソウルバンド、角野さんのバンドをやってたから、はいはいはい、うん、でそのボーカルの染井さんって方がいらっしゃるんですけど、うん、その人とアコースティックをやることが決まりまして、うんうん、はいはい、そこからアコースティックギターを始めたんですよね、まず。あ、そうなんだ。その1年後ぐらいに三河さんに、うん、あのよかったら私とやらないって声かけていただいて、うん、そうやって縁がどんどん広がって今川崎エレルにたどり着いた。フラメンコの、ね、スパニッシュギターもちょっと習ってたっていうのを聞いて、あ、そうなんだ、探してたんです。私フラメンコまだ14年なんですけどやっていて、うん、あ、フラメンコやってるんですか。そうなんですよ、フラメンコとやっぱブルースとできるギターがいないかなって言ったら、うん、いたと思って、あ、そこから声をかけてあ、そのフラメンコつながりでウルフもい、あ、ダンスね、そうね、先生やったんですね、1ヶ月7日に来たの、あなたの先生、あなたに教えてたの、三笠さんがあ、そうなんだ、そうです、彼女の家にスタジオあるんですよ、あ、そう、あ、そういうことなんだね、うん、いろんなね、やっぱつながりがありますよね、はい、じゃあ今日ね、その、まあ、早速生の演奏っていうことで、なんかやってみますか、ちょっと午前中になりますけども、なんか決めてないですけども、うん、ちょうど2日ぐらい前に雨がすごかったじゃないですか、うん、でなんかね、あのどんたくの日かな、福岡の日も、福岡もやっぱり雨が降っていたみたいで、だからちょっとね雨の曲を一曲したいと思います、はい、さっきまでね隣にいた彼が今はいないということを実感しなくてはならない。雨が降るといつも彼のことを思い出してしまうの。雨なんて降らないでいつもいつも晴れていてほしいのよ。 It's raining so hard. Look right on a rainy night. And this is the time I love you, holding you tight. But I guess all I can accept the fact you wanna hear.By my window, watch the rain fall to ground. This is the time I love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. It's raining so hard, brings back memories of the times and you are.Here is me, counting every drop about from my top. I wish this rain would hurry up and stop. Got the blues so bad, I can't hardly catch my breath. The harder rain, the worse it gets.To be holding you tight, I guess I'm just going crazy tonight. Guitar, Mizumoto Ryo. Thank you.
It's raining so hard, brings back memories over the times, and you are here with me. This is the time I love to be holding you tight. I guess so, just go crazy tonight. Dream, 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 dream. Yeah. It's raining. ありがとうございます。ね、いい感じのね、雨の音っぽいギターがまた入ってね、いい感じですよね。どうですか、もともとはあれですか、そのブルースとかジャズとかがお好きなんですか。もともとは、うん、クラシックブルースと言われる1920年代のベッシー・スミスとかね、いましたね。そうなんですよ、ベッシーが母なんですね、うん、母でしたか。私のお母さん。父が BB だったからね。さらにベシー・スミスって言ったらね、僕 LP 版持ってたんですよ。実はね、その、ソニーにいる頃ね、地下室にそれがあったのよ。最高。いやいや、それはちょっとね、聞いてた頃がありましたけどもですね、なんかね、いわゆるその当時の音楽っていうか、ブルースなんだけども、決してなんかこう、重かったり暗かったりしないじゃないですか。ベシー・スミスってなんかね、その、すごい声質とかが好きでね、聞いてた頃ありましたね。もともとそういうのに出会った時、なんか影響があったんですか？私の母の父が、都内で、おじいちゃん？おじいちゃんがジャズバーをなんか経営されていたらしくて、今はもう全然ないんですけど、その時にレコードをずっとかけて流してたじゃないですか。うん、母のお腹にいる時になんかそれを聞いてたらしいんですね。だからなんか懐かしいっていう思いがまず先にあって、でもやっぱりそれだけじゃなくて、エタ・ジェームスも好きだし、ココ・テイラーも好きだし、やっぱそういうのをこうルートをたどって、ルーツをたどっていくと、やっぱベッシーがいて、あ、これだってやっぱ思いましたね。なるほどね。やっぱりそれで、そういう、まあ、こう、オールドブルースというか、そうですね。そういうの、日本語の歌はないんですか？日本語も、歌いますけど、カバー、のやつで一応もともとある曲を日本語をちょっと入れるっていう感じで、あ、なるほどね、ウルフみたいにね、なるほどね、ウルフは何、そういう感じで作ってんだっけ。僕は黒人のベースに、うん、そうだよね、もう自分の好きな自分の言葉で歌ってますけどね。あ、なるほどね、人生とか好きな、はいはいはい、これでもちょっと訳詞とかかな、まあ両方か、なるほどね、うん、でもあれでしょう、このなんか博多ではすごい人気があってね、すごい中洲人気があるか分からないけど、ジャズフェストとかね、そういうあ、そうネタ出させていただいてる ね、はい、ね、ありがたいです。そういう素晴らしいですね。でバンド形式になる時もあるんですか？ありますよ。デリシャス5っていうのがりょうくんも一緒に入ってて、平均年齢60代なんですけども、いいですね、最高なの、渋いんですよ。ほうほうほう、私60代大好きなんですよ。ありがとう。ありがとう。見えないですよね、カノンさん。めっちゃ若い。あ、本当。全然若い。いやいやいや、もうあちこち方来てますけど。まあでもね、まあ高橋誠さんもね、同じ年なんですけど、あ、ね、まあこの辺の年齢っていうのはいいですよね、子供っぽくて。いやいや、ね、でも渋さがあるんですよ。いやいや、大人の色気ですよね、やっぱりね。いやいや、そういうのが音に出るので、ドラムの人と、はい、サックスの人と、はいはい、そのウッドベースで、デリシャス5でしてるんですけど、デリシャス5、はいはい、それはなんかのレストランのね、オープン記念で作った、結成された5人組なんですけども、でそこからやっぱもうちょっと缶ホーンズを入れたいと思って4缶にして、デリシャス10っていうのもあるんですね。ピアノが入って、コーラスも入って、ゆくゆくは31に持っていきたいんです、アイスクリームに。でストリングスも入れて、で1000人ホールでやりたいなっていうのが夢です。あ、なるほどね。
今回みたいに東京にお見えになることっていうのはそんなに多くないですか？年に一度。一回は必ず来ます。ゴールデンウィーク、魔のゴールデンウィークです。あ、そうなんだ。それ決めてるの？決めてる。え、そうなんだ。はい、ね、また呼んで？いや、そうなんだ。いや、そういうのはみんなあるみたいね、なんか。あの、北海道は2月とかに決めてるとか、あ、皆さんこう回られる方はね、僕はあんまり回らないですけど、あのそうやって決めてね、うん、あのね年間こういろんなとこ回るっていうね、そう、それがいいですよ。ね、もう固定の人がやっぱ来てくれるようになるので、そうだよね、うん、そうするとなんかほら楽しみに、そうそうそう、で僕もね少しずつそれぐらい仕掛けてんだよ、こそっとこそっとだこそっと、うん、だからそういうのがこう少しずつ増えてくると、なんとなくこうバランスがね取れる、うん、だからウルフとかにね、あのツアーの仕方をねいろいろ聞こうと思ってね、あの思ってんだけども、いろいろツアーみんなしてる仕方みたいなのあるんですか？いや俺全然しないよいや真子さんはねツアーというよりも毎日ライブなんだけど、あの割とやっぱりこう、うん、あのいかがですか、そのツアーとか。何ですか、ツアー。ツアーはどうだろうな、呼んでくれれば行くけど積極的にはあんまり出ないね、うん、なるほどね、ということでね、今日は三笠庵亮亮さんですけども、素晴らしいね、実はそのこの、DVD とかあの CD とかもね、ライブ CD とかもねここにあるんですけどもですね、今日はねこれが、アトラストっていうのが CD ですよね、ファーストで、ファースト1枚、唯一1枚なんですけど、あ、そうなんですか、はい、でそちらはあの2年前に収録させていただいたやつで、はいはい、私のスタジオで一発録音なんですね、うん、で一応オペレーターの方を呼ん で、うんうん、で写真もあの糸島というところで写真いっぱい撮って、はいはい、中に糸島ってあの今流行りのでしょ、そう、最高ですよ、めっちゃ綺麗 ね、あそこ海のね、そうそう、海めちゃくちゃ綺麗、ハワイですよね、日本のハワイ、うん、ははは、素晴らしいとこですね。でね、その一番最初にね、Nobody Knows You ってあのベシスミスの曲入れてるんですけど、ススね、私がその16歳の時にずっと聴いてた曲 で、思いが強すぎちゃって、うん、あ、私 CD こうやってベシの曲でさせてもらえるんだって思った途端に、収録中にもう涙が止まなくなっちゃって、もう私幸せだなと思ってね、そしたらもう普通の変じゃなくてもう号泣ですね、って泣いちゃって、ほう、なんかやっぱりいろんな辛いことあったんだねもうね3回ぐらい死んだので本当、うん、こうやってね仲間に囲まれて歌えるってもう本当うち幸せだなと思ってね、ちょっと隣の部屋で一回号泣してからもう一回戻ってくるって言って、3、40分一人で号泣して、もう大丈夫中 に一発目から、でそれで戻ってきた時には両穴が詰まってて鼻詰まりの声で入ってるんです、そう、だから本当思い出のCD になってます。そうなんだ、でも CD の僕も最初のシングルってデビューシングルってもう38年とか40年ぐらい前なんだけど、シングルを取りに東京に来たのよ、それだけのために来るじゃん。そしたらホテル、前話したけどホテルに泊まり慣れてないから暖房で喉いかれちゃった。ホテルなんか泊まったことないから。あ、そうか、ちょうどあの時はあのニュージャパンの火事の時あそこに泊まってたんだから、ニュージャパンに、で次の日赤坂の他のところに移った火事になったんだから、ね、その思い出があるのよ。火事の思い出ね、火事っていうかね、声が出ないまま撮っちゃった、だからちょっとハスキーなんだよね。あ、いいかも。それがまた良かったりなんかするんですよね。これノーバディノーズとかっていうか聞いてみたい。聞いてみたいね、それ、ね。あの夜の部で。夜の部で。そうか。今日の夜の部あるよね。夜の部があるんだよね。そう、マコさんちょっとね。すいません。今日ね。じゃこれ後で買って。それで、あの、もうこう言われたら俺たちは弱いよ、ね。そう、あの夜の部がね、実は今日、赤坂フラットカンティーナでね、まあ金尾城バンドっていうか、はい、あの小坊鈴木さんとかね、はい、赤井くんベースで、っていうね、で真子さんはちょっとあの、ね、うん、たまたまちょっとダブルブッキングがありました、たまたまね、ごぼうつかさ、あの鈴木つかさくん、ごぼうつかさハーモニカのね鈴木つかさくんと、あとね福岡からね
あと川田紀秀君っていうのはね、わざわざね、この日のために来てくれるのよ。すごい、この友情すごいよね。何やるかこれ、すごいね、愛されてますね、ギターは貸してって言われましたけど、ね、そうね、大変だけどギター持ってくるとか思いけん貸してって言って、ね、今日ねそれでねやりますけども、実は松下君もちょっと食いますね、本当今日コーラスでね、急遽参加にね、カンティーナはギターありますよお店に、そうそう、あの、うん、それで一応お願いしてやりますけど、俺は大体そのお店のギター使います。三笠さんとね、あとウルフ君もなんかちょっとやるの、一曲ね、はい、うん、踊る踊る踊るって一応ね、これは楽しくなりますよ、ね、今晩、7時半からですね、はい、スタート7時開演ということでね、楽しみにして、はい、楽しみ、ほっといて行こうかなそしたら俺トッペさんにもう恨まれるのよ、一人でできるよということで今日は生歌をちょっとまた行ってみましょうよ、はい、じゃあこの CD のタイトル、うん、アットラストって、はいはい、私のアイドルがエッテ・ジェームスなので、エッテ・ジェームス、はい、そのアットラストからアットラスト、はい、ついに私のもとへ愛がやってきたの、笑わないで、いやいやいや必ず入るのそういうそう、これお決まりなの、これセットなの、辛くて長い人生はもう終わったわ、歌は人生そのものよ、オートラースマイローズ、カムアロングベイビーマイロンリーデイズオーオーバー、Life's a like song. Oh yeah yeah. The sky was blue. My heart was on a tap in clover.I could speak to and dreamed I and I could come on. I found a string to press my cheek to a string.Here
ね。Thank you. ありがとうございます。ねえ、このセリフはまず入ってですね。ねそれで歌に行きましょうか僕も。そうですね。ね何いやこれはなんかあれだよね。あのいい感じ。でもそういうもんだよ ね、うん、そうかもね。最初になんか前振りがあってね。そうね。そうなんかね。一番いい、ね。素晴らしい。そこでやっぱりこう心をぐっとつかむ。ね、うん。りょうくんはどう、はい、あのちょっと吹き出しそうになったことないあるのあるのないよないですないよねあるわけないよよくねあのふっと見た時泣いてる時とかあるんですよ入っちゃってなるほどねいい子そこまでねそこまで入るよねいい子なんだいい子ちゃんいい子ちゃんってねうんそのどうでしょう、うん、僕の博多の友達もね、はい、あの中野茂樹くんとか、あ、まあ、茂樹大好きなるよく知ってんの茂樹よく一緒にね、うん、茂樹樹なんか言われるとしたらなんだけど茂樹樹かわいいよね可愛いっちゃ可愛いけど、ね、俺も大昔から知ってんの、ね、そうそう昭和時代からのね、うん、あの仲間ですね音楽、うん、今回もまあ帰った時には一緒にやりますけども、うんあのあでもテックスも、ね、てっちゃん大好きあの一緒にやったりするてっちゃんりょうくんちに泊まってツアー一緒に回ったりとか、ね、そうなんだ、はい、本当みんななんかどっかでつながってるよねそうですね、うん、本当みんななんかだからね、まあ、いろんなその博多にしてもいろんなところ、まあ、横浜住んでたらね横浜のその一つの流れとか、うん、そのいろんなこう派閥みたいなとかあるところもあるのよねでもあんまりその関係なく俺ほら九州から流れてきてるからあんまり関係ないのよ横浜どの派閥も属さないしあの一人でヨーヨーと来てるんで、うん、あんまり、うんうん、関係なくみんなと付き合えるじゃん、うん、ラジオでつながりで、ね、それがいいよねいいですよ、うん、なんかこうそれが出会いっていうかね、うんうんうん、もう この際も固まってるから ね、 ねそうそうそう、うん、だから、うん、そういうんじゃなくてね、うん、みんなこうそうやってなあの意識持ってね、うん、こう今日の出会いを大事にしてね、はいあのね、生きていきたいですよね、うん、僕もいつまで生きられるか分かりませんいえいえこれからです全然これからです、なんか俺歌おうかなあしてなんか歌おう何しようか何しようか何やりましょう風中とかやる全然もう僕ポップソングあ俺ピック忘れたあいや手でいい大丈夫、うん、これ風中あ皆さんいやあ山田さんないですよいいよなんで山田さんピック持ってんのピックしたいつも落として帰るんだよね風の中で立てっていうね歌で、うん、僕の父親の思い出の歌ですねふうふうふうとかっていうねコーラスもあったりなんかしてもしよかったら、松下さんこっちでコーラスやってください、はい、あいいですよじゃあ行ってみますか風の中で立て、父親はもう18年前に亡くなりましたけどもねおそらく最近みんなこうこの歌を歌ってくれてるので父親はおそらく喜んでると思いますね冷たい風が吹いていた生まれたところもいつの日か知らない街になっていた時はいつでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか
すぎるもの。出会いはいつでも偶然で、掴むことすらできなくて、俺の体をすり抜けた to
はい、ということでした。素敵。いやいや、哀愁がすごいですね。いやいや、あの哀愁のヨーロッパっていう哀愁の川崎でございます、ということで金城、風の中で盾をお届けしましたけどもですね、ですね、今日は、水塚&三日月さんね。すごいね。昔の女の名前だよね。言っちゃったね。三日月さんですよね。はい、三日月&亮さんですけどもですね、素敵な歌をですね、ありがとうございました。今回今後の予定というのはあれですか？明日、今日はね、一緒にあのカンティーナフラットでさせてもらうんですけど、赤坂フラットのカンティーナね。はいはいはい、そして明日、錦糸町の駅の近くにある錦糸町、フィーリンっていう、ほうほうほう、ちょっとおしゃれな、まあ、何ジャズバー、バー、バーみたいな、バーでさせてもらうんです。もう明日で最後なんですよ。あ、そうですか。あ、ぜひね、頑張っていただきたいと思います。もう8日間あの1週間昼と夜とずっとしてきたんですけども。そう、昼間やるって。昼間もね、夜も、夜もウルフの地元川島というところで昼をね、ね、埼玉のね、させてもらって、夜もね、チップがすごいんですよ。アメリカンでしょ。いやいや、その投げ銭っていうね、あのスタイル、いや、ティップ、ティップ制、アメリカよくあるじゃないですか。はいはいはい、で、日本では投げ銭みたいなこと言うんだけども、あれは、でも基本的にそのお気持ちだから、そうなんですよね、ティップ制っていうのいいと思うんですよね。あるね、チップ制じゃないんですよ。ギャラ制なんですよね、私。あ、それとはまた別に、おひねりをちょうだいって。おひねり。ね。1万円がボンボン入ってくるんですよ。素晴らしい。素晴らしいね。17万入ったんです、チップ。どこに？胸に。いや、そりゃ胸に入るよね。これ、ね、さ、胸開けてんだけど、あんまり入んない。いや、昨日、ね、そのために開けてんだけどさ。昨日はね、昨日マダムが多かったんですよ。ほんと？見た。三鷹でさせてもらったんですけど、もう今日はねマダムだから氷川亮で行ってきなさいって言って、あ、そうマダムとか言いながらマダムの前で弾き語りをしたらボンボン入ってね。氷川亮とかもやるの？氷川亮は氷川亮と亮君が氷川ごめんごめん氷川亮か、そうそう、そういうのもやるの？いや、やらないけど、そう、まだまだね、前でギターを弾いたもんね、黄色い声援がね、すごくて、かわいいね、あなたって言って、これでお肉でも食べなさいって言って、いっぱいいただいてよかったね、りょうくん。本当、そう、すごいね、おひねりね。本当ありがたいですよ。あの、おひねりって、俺ももらったことあるんだけど、結構ギャラより良かったりするよね。あるある。17万ですよ、1日目。17万すごいね。すごくないですか。ねえ。で、トータルしたら大変ですよ。もう片手いきますよ。ねえ。じゃあ、そんな商売してんの？私は言ってないですよ。すごいね、でもね、それはでもそれだけ魅力があるっていうことじゃないですかね。嬉しいね。うん、素晴らしいですね。一生懸命やらないとね。一生懸命。うん、でもやっぱりほら、俺一回ね、赤羽かなんかで歌った時があって、歌ってた時が、その時にね、あのチップっていうかおひねり来たよ。割り箸に挟んで。あ、そうそう、割り箸あったね。うん、あれが結構来たのよ。俺の場合はそのマダムじゃなくて、あのおじさんばっかりだけど。やっぱ割り箸挟むものなんだね。うん、そういうのってあるよね、昔ながらのね、ところ。福岡は、なんかホチキスを持ってきてって言って。つなげんの？つなげて、こうなんかこう、あのネックレスみたいなとか、あとはこうね、あの扇子を作ってくれたりとかして、あ、そうやん、もうすごいよね、向こうもね、うん、本当にありがとう。そういう社長さんの集まりが結構多かったりとかもする、イベントとかも、あ、そういうのね。俺はもう金持ってないやつばっかり全然違うんだよね俺たちとはちょっとわけが違うよね。いやいやいや、社長さんの集まりみたいなのに来たいね、一回ね、おかげででもどんどん増えてるよね、そういう社長さんが来ていただけるライブが増えてるよね。そういうのはそういうので素晴らしいよね。でもね、
そうだからあなたのそのサービス精神がね、何もサービスしてないんですよ、うん、いやなんかほらだってラジオで後ろ向きに歌った人あんまいないんだせっかくあなたさ来ていただいて後ろ向いて歌って聞こえるわけないのにさ目を見ないですよね。これ動画見てたら面白いんだけど、そこまでやる人ってあんまりいないよね。いかがですか、松井さん。素敵。いや素敵ね。とんでもない。素晴らしい。そのパフォーマンスとしてはね。だから普通もアウトよ、ラジオで後ろ向きで歌う。でもパフォーマンスとしてはこうやっぱり素晴らしいと思うんだよね。このあのあれをね。急遽そういう風にねこうもういる人に、うん、何も考えてないんだけど、そうこう アピールしていくっていうね、うん、そのパフォーマンスすごいよな。歩いてる人も全てお客様だから ねそうだよね。さっき確かに来るかもしれないし、うん、ね素晴らしい。僕お土産いただきました、こう豚骨ラーメン。ちょっとですいません。いやほら久留米ラーメンね、でなんかほら体の具合がなんかあまりよろしくない、あまり良くないって焼酎いただきました。太宰府、もう俺がせっかくの酒やめようかっていう時にもうこれもらうんだよね。嬉しいね。飾っといてということでね、今日は楽しいね、うん、あのひとときを過ごさせていただいてますけども、うん、今後のそのお二人の要するに活動っていうのはどういう感じになるんですか。ですね、一応福岡の大野城市というところから来てるんですけども、うん、はいはいはい、大野城市は今あの日本で第1位住みやすい町とね、そうなんだ、なってなんかグランプリ取ったみたいなんですけども、そこにねすぐも住みやすいよね。でそこ の例えば県議会議員とか市議会議員とか市長さんとかがよくしてくれるんですよね。あの本当で押してくれるので、町のおこしとか町のイベントとかあるじゃないですか、そういったのに積極的に出させてもらえて5つ、うん、博多とか天神とかの、まあ、イベントや、うん、ジャズやそういうお店とかにも出させてもらいながら、うんうんうん、自分でも企画するのが好きなので、うんうん、あのこのね姫祭りの T シャツ着てるんですけど、うん、ちょっとどうでもいいけどすっごい胸だね。いやいやいやいこれアウトかな。ご時世がね、夜の部でお願いします。わかりました。もう変なこと言ったらねすぐ捕まりますからね。わかりました。はい、姫祭り、それがそこのイベントのイベントで、うん、あの主催をさせてもらってて、中洲ゲーツの7階にある200人ぐらい入るスペースがあるんです。これ毎年あのゲイツセブンね、中洲の、はいはい、姫祭り、ひな祭りに兼ねて、あ、はい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 、姫祭りをね、させてもらって、今年で7年目になるのかな。あ、そうですか、うん、またそういったのをね、あのいろんな博多とか、うん、まああの福岡で活躍している人たちを集めて、うんうんうん、それは女性ですよね。そうそう、姫は女性、うん、で 夏もやってるんです。夏の夜の夢っていう、うんうんうん、それ今度ぜひいらしてくださいよ。そう、俺ジャズとかブルースやな、俺なんちゃってよ、なんちゃって、何でも大丈夫です、うん、でもまあ心のブルースですからね、うん、僕はね、それで OK です。なことない。大丈夫ですよ、哀愁で、はいはい、哀愁、はい、あ、そんな感じで、あ、でもねそういうのいいね。僕もね、うん、実はその九州にこの間帰った時何回か行ってるんだけど、母がそういう施設に入ってて、その母のとこに、まあ、そのライブの合間に行くんですよ。そうすると元気になるのね。そうなんです、あのお年寄りたちがね。そうで、だって母は覚えてなかったのに思い出したからね、2回目で脳梗塞でその病院の中で倒れてたのよ。で半分動かなくて車椅子に結局なっちゃってたんだけど、今リハビリしてね、捕まりほな歩行器があるじゃん、あれとかにもうリハビリしてるみたいで元気になるの。やっぱ歌とかいいよね。そう、音楽の力って、ね、昔みたいに演歌の世界じゃないからね今。プレスリーとかさ、ビートルズの世代とかってやっぱりいるのよね、お年寄りが。演歌ばっかりじゃなくて、そういう世代、プレスリーとかね、そういう世代じゃないですか、昔のジャズとかね。うん、そうなんですよ、ね、私たちも月に1回、うん、あのそういうあのおじいちゃんおばあちゃんがいる施設に、うん、まあ、ボランティアで行ってるんですけども、うん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 、そうするとね、あの泣いて
くれてるんだよね、おじいちゃんおばあちゃんが。で、あ、ありがたいと思って、これはもうお金じゃないんですよね、うん、心にすごく響いてて、うん、あのね、前の日とかどんなに疲れてても元気になるんです、こっちがね、うんうん、なるほどね。ふってりょうくん見ると泣いてるんですよね。両手で泣くの、泣いてるね。感動しちゃって感動しちゃってね、感動しやすいんだ。俺はね、なかなか泣かないよ。お、いやでもね、ふっと最近ね、年のせいか涙腺は緩むのよ。おかしいよね、自分の歌で泣いたら。人を泣かせるために歌うんで。いやいやいや、そんなことないですよ。入る時ありますよね、でも、ね。本当。あるもん。うん。だからもう、ちょっとね、でも、その町おこしとか大野城市をね、なんかこう、その、活性化するっていうか、僕もやっぱ生まれ故郷のことを今思ってて。大事です、ね。だからなんかそういうね、うん、ことがこう、できたらね、はい、いいなとか思う。なんかお互いにあったらね、あの、よろしくお願いしますよ。こちらこそですよ、ね、ちらこそよろしく、ね、なんかやりましょうよ、はい、あの、志が一つだとね、うん、いいよね、うんうん、そうですね。俺が、まあ、あの、チップはあまり来ないけどさ。大丈夫。いやでもね、お年寄り歌ってくれるのよ。歌うね、一緒にね、うん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 、嬉しいよ。好きなんだね。好きですよ、うんうん、歌うのがね、うん、好き好き。ということでね、あの、話ばっかりになってしまいます。最後にじゃあみんなで、みんなで歌いましょうよ。やりますか。なんかやりますか。じゃあせっかくとか、ウルフも一緒にさ、入ってさ、で、もしも楽しいですよ、ね、すいません、自動車、うん、すみませんね。何打ち合わせで写真撮ってくれとか言ってるけど、まあ最後になんか、いきますか、はい、何を言うんですか。行きたくないか baby come on あの子に会いに baby back to the land of sky tree sweet home Kawasaki yeah come on baby don't wanna goWanna go about the same old friends hey, sweet home Chicago hey. I want it, what it's too right to enter and fall I'm heavy rolling baby I'm talking gonna go cry baby Honey don't you wanna go yeah baby back to the same old place to my sweet home
Come on baby don't Come on sit home いきそうそれは夜にお願いしてもらっていいかしら Come on Boss a summer friend Sweet home Kawasaki Oh yeah, oh, yeah. Oh, yeah. FM Kawasaki はい、ということでですね、スイートホーム川崎っていうね、あの感じになりましたけども、ウルフもね参加してくれまして楽しいひとときを過ごすことができました、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。三和さん、リオさんね、三和&リオって、フロム博多、福岡ですかね、またねあの機会がありましたよろしくお願いいたします。お願いします。楽しかったです、ね、楽しいひとときをありがとうございました。いろいろお土産もいただいてね、ありがとうございました。今晩よろしくお願いいたします。今晩、夜の部で会いましょう。ということでですね、来週のゲスト、大久保初夏さんですね、お楽しみいただきたいと思います。ということでですね、音楽魂もいろんなゲストの方がねいらっしゃいますが、ざっとですね申し上げますと、その後がですね、大久保初夏さんの後が、生田圭太郎さん、これ5月25日ですね、はい、その後6月1日は丸一というね、まあ、ロックンローラー、ボーカリスト来ますね、はいはい、ということになりましょう。お楽しみいただきたいと思います。高橋誠さん、ありがとうございました。ありがとうございました。松下敏美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のねゲスト、三和&リオさん、ありがとうございました。ありがとう、また会いました。ゴルフもどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。で、動画のキキさん、本当にいつもねあのありがとうございます。で、今日はねあの、オンエア音源の編集のね金子さん、源一さんとですね、ボーカルのサラズバンクのお二人ですね、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また来週お会いいたしましょう。ちょっと早い時間ね、なんかまだまだ時間、あライブの宣伝、ライブのお知らせ、5月8日ですか。アコパ、相模大野、あ、そうか、アコパっていうね、相模大野で僕はライブをやります、それもソロになりますけどもですね、はい、まあいろいろありますけどもですね、あのちょっと忘れました忘れた、いろいろね、あれもあるもん、あのそこ、そう、湘南台でしょう。あ、湘南台でしょうっていうね、こともありますね。5月これが26日でしたかね、それもねあのたくさんのミュージシャンが出ますのでですね、町中、町中の音楽だな、うん、音楽になりますけどもですね、マコさんだって7月に今度行くよね。何、どこに、どっか行くんだよどっか行くんじゃない、あの、ね、どっか行くんだよ、須賀川、須賀川、あ、行くね、行く行くんだ、だから行くんだって目的は行くよね須賀川楽しみだね。みんな音楽魂須賀川決まりましたけどね、7月の14日これはプカプカですね、はい、そこら辺ちょっと、いくつか、なんかライブやりたいと思いますのでね、お楽しみいただきたいと思います。ということでね、あっという間の1時間でしたけども、休憩入れずにすいませんね、とんでもない、楽しかったです。大丈夫でした、ありがとうございます。 CM も入らない番組なんですよ、ね、まあ、頭に入れますけどもね、また来週、お楽しみいただきたいと思います。 See you next time。 お疲れ様でした。Thank you.